危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。 すっげえな。と。<笑>ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。 あの文読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎。お前の名は秀か。よし、じゃあ秀の字な、呼びやすいだろ。 知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかし。だけど宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちは きっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。 さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついの。で、喋れないのは何か訳が？あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。